2016年ゼロトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一の1億円近く投資をしておりました、世界バイナリーオプションスペシャリストの半間岩尾先生です。私はね、人間の上の生物と教えております。本物の貴族であると、唯一の地球で一人だけの貴族だと教えておりまして、金持ちになるには人間の場合はね、仕事ができても保安力はね100倍必要なんですね。人間って全部ゾンビみたいにもう盗むことばっかしかしないんで悪いんでね、ちゃんとした仕事の100倍は仕事保安力はまた必要なんですね。それは人間の力では無理なんで、シードされたね、人間たちにシードされた人、仕事妨害されない人だけが億万長者になれます。だからいくら技能があって投資ができたって金持ちになることはできません。みんなゾンビみたいにね盗みとか取ろうとしますから、シードがない人はね、人間たちがね保護するようなね、盗まないとかいうことでやんない限り人間の場合は誰でも億万長者になれません。投資仕事がうまくたって、保安力にまた100倍、仕事が必要になります、ね、これは私と違うわけで、私の場合は上の生物なんで、対応できるんだけども、人間全員がね盗みにかかったり妨害してきます。これはね、人間では無理なことで、私上の生物なんで、生物っていう宇宙全体で生きてるんですよ。だから上の生物なんで、上の、ね、仲間の生物が助けてくれると。僕の場合はね、人間全員が泥棒にかかっても生物、上の生物に逆らったらみんな殺されますからね、人間たちはね対抗できないわけですよ、ね、で通常人間たちは下の生物なんで、宇宙の生物ね、だって悪い生物しかいませんから、そこら辺はね上の生物がねやっぱり支配してますから、宇宙はね全体はね、ということなんですね。だから人間の場合はね、ゾンビみたいなもんなんで、人間同士で保護されなければいくら仕事できたって億万長者になれません。インカミングメール、ね、それをよく知っていただきたい。今の人間の億万長者とか全部シードですね。ちゃんと仕事しててもね、保安力でね取られちゃうんですね。人間全員が襲いかかってきますから、財産ね、これはねシード以外助かんないんですよ。人間の場合はね、上の生物じゃない限りね、私本物の貴族が本物の上の生物だということを教え知っておりますけどね、これをねよく知っていただきたい。だから学習でもこのね乏しいね、襲われたいって言ったってダメなんですね。シードされてますかって、仕事して盗まれませんか、ね、という条件が必要です、ね、だから100倍仕事必要ですから、ね、シードされる人しか教えたって意味がありませんから、ね、周りから盗まれ、財産盗まれないようになってますか、ちゃんと保護されてますか、シードされてますかということですね。それがシードされてなければ教えだって稼ぐことできませんから、教えることできません、ね、シードされてる人間ですかということですね。これをぜひよく知っていただきたいことですね。第1個目これ勝ちましたね。まあそんなことで、ちょっとこちら新しい分析データなんだけど、ちょっと今分析してます。そんなことです。どうもありがとうございます。